茅沼選手っていう選手がいるんですけど、パワー系の技を見せてもらおうかなと思って。まあ、用意するのは、簡単です。このメディシ3キロです。すいません。簡単ではないです。お家にないかもしれない。はい、気をつけください。これ、油断すると、肉いっちゃいますから。まず。肉いっちゃったら肉離れしてしまう。これもう超上級者レベルなんで。あとは、ひたすら。もうこれだけです。いや、これできないですかね。で、これで上級者ですよ。こっから、回しますからね。はいはいはい。回す。危ないっすね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 。危ないよ。回すのはやめましょう。回すのはやめましょう。危ないみたいです。はい。でもっと上級者になっても座っていっちゃいますから。すごいすごいすごい。これで回しちゃいますよ。回んない回んない。回した。これで回しちゃいますよ。回んない回んない。回んない回しこれで回しちゃいますよ。回んない回んない回しすごいすげーありがとうございます。茅沼選手でした。ありがとうございます。一言皆さんに子供たちに一言お願いします。すげー。まあ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 まだこれやる際はちょっと気をつけて。いや、やらないと思いますけど。ありがとうございました。あ、応援リーダーがやれというメッセージですこれは。めちゃくちゃ重いですこれ。ああ無理、重い、足首いっちゃう。大学一緒なんですよ、実は。宮崎産業経営大学っていう大学を出て、ロアッソ熊本に入って、ロアッソで3年間やった後に、当時 JFL、まだ J リーグではなかった鹿児島に来てくれて、6年目。水本っていう選手と、五稜選手が一番古い、古株です。彼が出ると盛り上がりますからね。で、そんな五稜選手に今日は足技をちょっと見せていただこうかなと。で、全然。集中してる俺。全然集中しろ俺。全然集中しろ俺っていう感じですごいっすね。え、今のコツはこっちリフティングしてしてて、ちょっとこっちにだ上げて、上げた時こっち出してこっちに落ちてくる時にここでこうパンってやってこれを見たので、おお、なるほど。え、どの辺に当てるとかあります？多分ここです、ね、ここ靴紐のとこ、はい、あ、この辺、この辺に当てる。したらポンって浮くんです。つま先ちょっと上げちゃったりしたらもうできないわけですね。そう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 。子供の頃の夢は何ですか？ちっちゃい時もうサッカー選手ずっとこの一本。え、なれると思ってました？思ってないとなれないです。だってなれるって。そう。ああ、え、その上でこうなんかやってたことみたいな。ほんと暗くなるまで家の庭とかで、本当リフティングとかもやってましたし、あ、まあ、まず回数から始まって、でも100を必ず超えれる段階まで来たら、もう回数卒業して、こういうだから技だったりとか、なるほど、リフティングの技の動画とかがこう見れる、あ、そういう時代にもなってたんで、足技動画を見て真似するみたいな、まさに今同じことをやるでしょ。お疲れ様です。藤澤選手、藤澤選手来てくれました。テクニシャン。で、ちょっとだけ待ってくださいね。ちょっとだけ、ちょっとだけ、すみません、ちょっとだけ、逃げないでください。ある。で、五稜選手は、僕昔から知ってるんですけど、ちっちゃい時から、ドリブルめっちゃしてました。コーン置いて、コーンドリブルって。よく見てますね。はい。じゃあ、一言、はい。見てる皆さんに。続いて来てくださったのは、藤沢典明選手。典明選手。はい。典幸選手です。典高です。典高です。名前下で呼ばないんで忘れちゃうんですよね。藤沢典孝選手です。藤沢選手は大学が関西大学。卒業してから、当時 JFL にいた、今はないんですけど、佐川滋賀というチームに加入して、そこを経てドイツに行って、で、ドイツから帰ってきて、セレクションを受けて琉球です。そう、セレクションですよ。アマチュアです。セレクションを受けて琉球に入って、そこからこう、頭角を現して、一昨年鹿児島ユナイテッド FC に加入してくれました。そんな藤沢選手、子供の頃の夢は、はい、プロのサッカー選手でした。もう絶対なりたいと思ってました。なりたい。
なるほど。そんな中でこう努力というか自分が欠かさずやってたことみたいなありますか？僕は個人技をひたすら磨きました。人と同じことしてたら人以上にはなれないと思ってたんで。なるほど。藤田選手、実は足技持ってまして、皆さんに宿題ということで。あ、リフティングですか？はい。じゃあ3つ、3つも出してくるんですね。3段階やって3つ。あ、じゃあ簡単なやつから、はい、だんだんっていう。じゃあレベル1、レベル1お願いします。あのリフティングを始める前のもこう簡単。リフティングを始める前のもこうリフティングを始める前のもこう簡単なこれなんですけど、これレベル1です。これレベル1。え、今のちなみにコツは？これはもう、引きます。引いて当てて浮かせと。で、なるべく軸足は浮かさないです、はい、もうそのまま軸足はそのままなんで、そこに球を当てて浮かす。じゃあレベル2お願いします、はい、次は、はい、さっきのを応用して。おいおい、おい、2回回った。見ました、今2回回りました。そうです。1回で。え、これレベル2ですね。レベル2、すごっ。あ、じゃあ浮いたのを当てて、浮きました。浮いたのをまたいで、またいで、さらにまたいでコース。じゃあレベル3お願いします。レベル3の方が面白いです。頑張ります。曲げて、ヒールで上げます。曲げて、曲げて、ヒールで上げます。やば。レベル3上げてヒールですね。はい、上げてヒール。まあ大体ここ上げるんで、はいはい、上げた浮いたのを、浮いたのを回して、はいはいはい、ここにあるのをかかとでポンって。なるほど。すごいっす。あの見てる子供から多分大人まで見てらっしゃると思いますけど、メッセージを一言。やっぱり皆さん多分言われてると思うんですけど、上手くなるのに近道は絶対ないと思うんで、どんだけ自分が向上心持って取り組んで、いけるかが全てだと思うんで、まあ、今の僕もそうですけども、皆さんも一緒により高く向上心持って頑張っていきましょう。いや、素晴らしい。ありがとうございました。藤沢選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。人間的にもね、選手としても素晴らしい。皆さん応援よろしくお願いします。こちら番外編ということで、通訳のダニーロ君に来てもらって、フットサルとか結構やってて、はい、足技結構できるんで、鹿児島に来て何年目？今年で3年目です。お願いします。大胸筋リフト。大胸筋リフト。大胸筋リフト。わ、すごい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 。上げたのまた収めましたよ。筋肉がないとできないとかでは、あのないです。ないですね、はい。ちゃんとここにみんなくぼみになって。くぼみ、あ、はい、こんなした方がいいですね。はい、腕を乗せるだけです。なるほど。はい、いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで。今日は鹿児島ユナイテッド FC の練習後の選手たちに、皆さんに宿題ということで足技をたくさん見せていただきました。ぜひぜひチャレンジしてみてください。見ていただきありがとうございました。